ちゃんと叱ってくれる人ってすごい貴重なんですね。なんでかっていうと、叱るっていうのってすごいエネルギーが必要だし、なんだろうね、叱って得になることってあんまりなくて、なんか逆にちゃんと叱ってるのに相手から嫌な気持ちに、相手が嫌な気持ちになったりとか、なんか理不尽じゃねとか思われたりとか、そしてそれがなんか勝手に違う方向に広められたりとかね、いろいろあって、じゃあしない方がいいんじゃね、別にエネルギーとか使いたくないしマイナスになるんだら、だったらって思う人結構いますよね。しかも国家試験関連で言ったら、例えば予備校だったりとかしたら、もう食いぶちなので教えてる人が。なので、この子が落ちようが受かろうが、金入ればいいんで、基本的にね。なので、まあ別に、当たり障りのないことを言えばいいやってことになってしまうんだけど、で、結果不合格になるみたいなね、ことが、すごい多くなると思うんだけど、まあ、個人的に、まあ、今まで5年間教えてきて、ちゃんとね、思いっきりというか、まあ、叱るというか、なんだろうね、ここが悪いところっていうのははっきり言いますね。しかも早い段階で。なぜ早い段階で言うかっていうと、それの方が取り返しが効くので、はい。ギリギリになってそんなことを言っても、もう時間は元に戻らないので。だったら最初の段階で、そういった正しい方向に向かせるためとか、生活習慣だとか、まあ様々、合格に近づける、そういったようにするために、まあ叱ったりとか注意したりとかしますね。はい。まあ、それはずっと続けてますね。すごいエネルギー使いますね。はい。エネルギー使うし、ちゃんとした反応が返ってこなかったりとか、いろいろするんですけど、まあ、今後、まあ、国家試験合格した後でも、それは同じことで、ちゃんと叱ってくれる人って少ないです。はい。しかも、理不尽に叱ってくる人とか、言ってくる人、の方が増えてきます。はい。なので、そういった、叱ってくれる人、ちゃんとね、っていうのは、すごく大切にした方がいいです。年を重ねるうちに、単純に叱る人って少なくなってきます。はい。なので、あたかもすべてが、自分が正しいかのように見えたりとか、天狗になったりとか、そんな感じになったりするんですけど、まあ、基本的には、間違ってる人が多いので、まあ私も含め、まあそういったことをちゃんと注意してくれる人っていうのは、イエスマンを揃えるより、100倍ぐらいマシにいいです。なので、まあそういった方もしいるんであれば大切にした方がいいと思います。はい。それは、今後の皆さん自身の、未来のためっていうのもありますね。まあそんな感じで。薬剤師国家試験攻略メソッドと薬剤師国家試験攻略予備校は無償で運営しているため、続けていくためには皆様のご協力が必要です。 YouTube のチャンネル登録と X のフォローをよろしくお願いいたします。